い、次がですね、犬のイラスト見えてます。こちらの犬、四国犬となっております。四国犬ですね、四国の山間部でイノシシや鹿などの狩猟犬として飼われていた犬となります。大きさはですね、大体柴犬と同じぐらい、柴犬より少し大きめの中型犬となりますね。昔この四国犬を土佐犬と呼んでいました。しかしですね、現在の土佐犬ができまして、名前がこれごちゃごちゃになってしまうので、こちらの犬の方を四国犬と名前が変わりました。はい、次がですね、幼犬のイラストなんですけれども、こちらグレートデンブルドッグポインターとなってまして、先ほどの四国犬ね、こういった幼犬たちが掛け合わされまして、現在の土佐犬となっております。皆様、皮膚がたるんで顔にシワがあるのをご想像されていると思うんですけれども、ブルドッグやどこの絵にはないんですが、マスティフといった要件が掛け合わされたことで、現在のような土佐犬の姿となっております。はい、では短いご説明でしたが、これで終わらせていただきます。方法を上げていきますので、そちらの方でご確認をお願いいたします。それではこれより全国横綱土俵入りとなります。全国横綱となりました土佐犬龍号の横綱土俵入りをご覧になっていただきます。少し現代風に趣向を凝らしておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。それではこれより全国横綱土佐犬龍号の横綱土俵入りとなります。日本で最初の横綱は大正時代になります。その日本で最初の横綱の名は直太郎号と申します。日本で最初の横綱は大正時代でございましたが、日本で最初の横綱化粧回しは昭和の初期の時代になります。日本で最初の横綱化粧回しは犬の前だれのみの化粧回しでございましたが、戦後より脇だれも付け加わりまして、現在のような華やかな化粧回し横綱土俵入りとなっております。さあ、横綱の方が化粧回しをつけ終わりました。それではカメラをお持ちのお客様、土俵周囲まで近づいていただいて結構でございます。こちらの横綱、カメラにお写しください。17キロ以下を中型犬、57キロ以下を大型犬、それ以上になりますと超大型犬となります。土俵上の横綱土佐犬龍号、体重65キロございますので、超大型の横綱となります。ちょっと面白いな。それではお写真の方よろしいでしょうか。短い時間ではございましたが、以上をもちまして横綱土俵入り終了とさせていただきます。